九宝寺緑地は、大阪府八尾市西九宝寺、東大阪市大、連南、及び大阪市平野区上東に広がる都市公園である。1941年の防空緑地計画に由来する大阪市大緑地の一つ。大きく、北エリア、中エリア、東エリアの三つのエリアに分かれ、それぞれ、ファミリーゾーン、スポーツゾーン、プレイゾーンと呼ばれる。公園内に、 野球場、陸上競技場、テニスコート、プールなどの施設があり、随所には花や草木が植えられている。借薬園も備える。公園を貫くように、大阪中央環状線などの幹線道路が通って、エリアを分けているが、それらをまたぐように橋が架かかって、各エリアを結んでいる。近畿自動車道路により、東西に分割された緑地を結ぶ。 大歩道橋の西側に展開するエリアであり、東西地区の連絡道線、旧法寺球場の集合広場、メインレスト広場としての役割を担っている。主道線となる、中央部を大きく開け、その両側に各三列色のユリの木の並木を植栽し、球場反対側を一段上げて、円弧状のデザインのパーゴラを備えた、レストスペースを設けたプランとしている。 プロムナードの景観軸線に平行な縞模様のパターンに埋め込まれた食マスは歩道橋からの見下ろしを意識した集計下段として利用している。照明は手すり型フットライトとし、プロムナードの景観をスッキリさせるだけでなく、舗装レベルと同じ食マスのひと止めと集計下段の照明効果を意図している。ありがとうございます。